静岡市歴史巡り町話。今日は安倍城と内巻城の城跡を訪ねます。安倍川沿いの山の頂に残る安倍城址。安倍城は14世紀前半に加納貞長によって築城されたと考えられています。南北朝時代、南朝側についた加納氏は北朝側の今川氏と安倍川を挟んで熾烈な攻防を繰り広げました。安倍城は山の最上部の幅35メートルほどの尾根に本曲輪があり、その周囲の稜線に沿うように小さな曲輪が階段状に配置されていました。1392年に南北朝が統一された後、加納氏は今川氏に従っていましたが、1433年今川則政の死によって今川氏の内紛が勃発すると、それに乗じて離反し、今川方に攻められて衰退したとされます。安倍城はそれ以降文献に現れないことから、この頃に廃城になったと考えられています。安倍城の南西の峰に築かれていたのが久住砦です。この他にも周囲の尾根筋に多くの出城や砦が配され、加納氏の城塞軍が形成されていました。そのうちの一つだった内巻城。安倍城を守るための市場で、ここに加納氏が住んでいたと言われています。内巻城は安倍川の支流内巻川の東岸にある標高100メートルに満たない小山の上に配置されていました。この小山は金戸の城山と呼ばれ、加納殿の城山がその由来と考えられています。静岡市歴史巡り町話、今日のお話はこれにて。安倍城、高校2年生の時に行ったっきりだな。また行こう。